皆さんこんにちは、東山です。今回は今年の12月22日に水瓶座で起きるグレートコンジャンクションについてお話ししていこうと思います。グレートコンジャンクションとは、約20年周期で木星と土星が同じ位置で重なる現象のことを言うんですけれども、社会天体である木星と土星が持っている特徴というものが融合されて、その影響を社会や個人が受けるということなんですよね。木星は幸福とか発展を司る、どっちかっていうとこうおおらかな惑星で、サイズもすごい大きいですよね。拡大させる性質というのを持っていて、あらゆる物事を増幅発展させるエネルギーがあります。そして一方、土星というのは野心とか努力といったものを司っています。土星にはストイックさというのがあって、私たちに試練というのを与えるんですけれども、その試練を乗り越えていくことによって私たちが自己実現をすることができるんですね。こういった特徴を持つ惑星が同じ位置で重なるのがグレートコンジャンクションなんですけれども、今回のこのグレートコンジャンクションは水瓶座の0度で重なります。私たちがこれまでの20年の間に培ってきたもの、努力して取り組んできたテーマというのが発展して拡大していくというイメージですね。20年というのは、生まれたばかりの赤ちゃんが成人したり、成人式を迎えた若者が40歳になったりっていうぐらいの周期ですね。人生において何らかのテーマに取り組んできて、20年かけて積み重ねるということは、その専門分野に対する知識とか経験もこう深みを増していますよね。そのコツコツと積み重ねるという土星的なエネルギーがこう生かされていく。それぞれの人が自分らしいステージに入っていって、より自分自身の自然な状態へと戻っていくことができる瞬間、それがグレートコンジャンクションなんですね。そして今現在、私たちは今年の1月12日に土星と冥王星のコンジャンクション、重なりの影響を受けているんですけれども、冥王星は破壊と再生を司る惑星で、こう不要になったシステムとか古くなった価値観というのを徹底的にこう打ち壊して、でこれまでの価値観とかこう時代の流れからとは全く違った新しい世界を構築させるというような力を持っていますね。なんか政治で言うとこう構造改革というか、そういう感じかな。この新しい世界を構築させるためには、やっぱりこれはかなり痛みを伴うというか、きつい打撃というのが個人だけではなくて社会にも起きることを示しています。この破壊と再生を司る冥王星、そしてその試練を嫌が応でも乗り越えさせよう、経験させようとする義務感の強い土星のエネルギーがここに加わるので、それはもうきついですよね。これはまさに現在私たちが経験していることですよね。土星と冥王星のコンジャンクションが始まったあたりから、この1月ですよね、1月12日あたりですよね、からこの世界は COVID-19 の感染者数とか感染症状が深刻化して徐々に拡大し、世界に拡大して、この影響を受けていない人っていうのは世界中にいないんじゃないかというくらいになりましたよね。これは世界中が宇宙からの試練に耐える、こういったこうメッセージがあると思います。ただこの試練というのは、私たちがより良くなっていく、より進化して生きやすい世界を作っていくためには欠かせない経験というかプロセスだったわけですね。
そして今月21日に夏至を迎えた後、6月の30日に木星と冥王星のコンジャンクションが起きます。で、これは土星冥王星のコンジャンクションとは雰囲気が異なって、世界全体、世の中全体がリラックスムードっていうか、安心したエネルギーっていう風に切り替わっていくんですよね。で、これはいいことのようにも聞こえるんですけども、それほどシンプルなことではなくて、ここで安心して気を緩めることによって、後から大変なことがあるかもしれないっていう風なメッセージも入っています。リラックスしすぎずに自分自身をコントロールして、安全であることを優先していくことが大切になってくると思います。まさにスペインをはじめ5月のあたりから外出禁止が解除されて、今までの緊張感が一気になくなって、開放感をいっぱいにしてバカンスに出かけたりとかいう風な日常に戻ってきてるんですけども、こういった安心ムードっていうのが少し危険なんですよね。ここで気を緩めずに、しっかりと安全である、自分自身を安全なポジションに置いて、リラックスしすぎないということを意識してもらえたらなと思います。さて、別の動画でもお話ししているんですけども、今年の3月22日に水瓶座に入った土星が5月の11日に逆行を始めて、7月2日に山羊座に戻るんですけれども、そこから巡行するエネルギーに戻って、今年の12月17日に再び水瓶座に戻って、ここから本格的に水瓶座時代がスタートしていきます。ヤギ座は地のエレメント、大地のエレメントですね。水瓶座は風のエレメントなので、このことから地の時代から風の時代に入っていく、切り替わっていくというふうに言われています。このグレートコンジャンクションが起きる星座のエレメントというのは200年ごとに切り替わるんですけども、これまでの200年に起きていたグレートコンジャンクションは地の星座、つまりお牛座、乙女座、ヤギ座で起こっていました。そして今年の12月22日に風のエレメントである水瓶座でグレートコンジャンクションが起きるということは、世の中の根本的な価値観が切り替わる非常に重要なタイミングというふうに言えます。これまでの200年というのは、歴史を見ても分かる通り、地をめぐる争い、つまり土地とかですね、場所をめぐっての戦い、争い、つまり戦争というのが世界中で起きていました。地というのは地の深い部分ということを指していますので、そこに含まれる石油っていうのも地に関連するんですけども、鉱物エネルギーである石油、そういった利権をめぐって起きる戦争っていうのがずっと続いていましたよね。そしてこれまでの地の時代は、そういった鉱物エネルギーのほか、お金や土地といった目に見えるもの、物質的なものが権威を持っていましたよね。世の中のムードもこうバブル経済であったりとか、経済をいかに成長させ回していくか、そして物質的なものを求める、より高価なもの、価値のあるもの、豊かさ、そういったものを求めることが中心にありました。この200年続いた地のムードというのが、12月22日の水瓶座で起きるグレートコンジャンクションをきっかけに、風のエネルギーへと、風のエレメントへと切り替わっていきます。風の時代というのは、知性や情報が価値を持つようになってきます。自分さえ良ければいいとか、たくさんお金を持ってるからとか、社会的な地位、立場がどうのこうのという価値観というのは、これから古くなっていきます。この流れというのは、もうすでに実感している方も多いかなと思うんですけれども、物を増やしたりとかするよりも捨てる、所有するよりもシェアしていく、そして断捨離をしたりとか、ミニマリストというライフスタイルにシフトしていく、この流れというのも風の時代へと向かうプロローグのようなものなんですよね。
そして水亀座には最新技術、インターネット、革命、改革、そして博愛や平等というテーマがありますから、これから通信技術が進化して速くなっていくことによって、例えば 5G であったりとかバーチャルリアリティなどの分野がどんどん伸びてくると思います。そしてエネルギーも地のエレメントを象徴していた石油といったものから、風力発電とか太陽光エネルギーというふうな、よりクリーンなエネルギーにシフトしていくように思います。そして水亀座は新しいことに対してオープン、博愛主義という性質がありますね。少し前の動画で取り上げた LGBTQ であったりとか、人種に関する差別への徹底した意識改革を行うエネルギーは、今後水亀座時代に入ることによってより大きく勢いを増していきます。人種差別や性差別、その他あらゆる差別意識、そして人と自分を比べて優位に感じたりとか落ち込んだりっていう他人軸、もしくはそういった古い価値観があるのであれば、このグレートコンジャンクションに向けて、この半年までありますよね、この間にバンバン手放していく、そして新しいマインドセットに切り替えていく必要というのがあると思います。これからは個人の時代になってきます。個人の個性、つまり他者との違いというのをどんどん生かして輝かしていく時代になっていきます。今まではみんなと一緒であることが望ましい、人と違うことをしない方がいいといった価値観に私たちはこう使ってきたわけですけれども、これからは人との違い、他者とのコントラストをどんどん出していく、人と違う考えとか価値観を輝かせていく、そういった人がこれから成功していく時代に入っていきます。そういった時代に向けて、自分が一体何をしたいのかというのをしっかりと見つめて、自分にしかできない要素っていうのをどんどん拡大させていく。動画の前半でもお話ししましたけれども、これまでの20年に積み重ねてきた自分の努力ですね、そういったものを木星の拡大のエネルギーによって一気にブレイクスルーさせていく。なのでこのグレートコンジャンクションをきっかけに人生が大きく変わっていくっていう人もたくさんいると思います。そしてこれまでの20年、あるいはこの過去10年ぐらいですね、何の努力もしてこなかったという人もまだ全然遅くはないんですよね。しっかりと自分自身を振り返って、これから先の人生何をして、誰とどのように生きていきたいかっていうのを明確にしていくこと、しっかりと意図を持っていくこと、そういうふうに意図することによって、新しい時代に合わない価値観、例えば強い思い込みとか決めつけとかを手放していくことによって、新しい時代への良いスタートを切ることができると思います。今日も最後までご覧くださってありがとうございました。現在オンラインでヨガクラスをしています。毎週火曜日午後8時、そして毎週土曜日の午後4時から日本時間ですね、行っています。詳しいことは概要欄にリンクを貼っていますので参照してください。オンラインのヨガクラスとは別に個人セッションを行っています。個人セッションはクライアントの方とメールで日時を決定していきます。相談内容にももちろんよるんですけれども、基本的には、ヨガの聖典、そして専用占星術、タロットを使いながら、時にはチャネリングをしながら相談に乗っていきます。ご興味のある方は概要欄からお問い合わせお待ちしています。チャンネル登録、高評価ボタン、そしてコメントなどでサポートしていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。東山でした。